決め台詞出ちゃう、どのくらい決め台詞出ちゃうもよくわからんけど、どのくらいもよくわからんね。あ、まだやった。あと1回か。まだ先だった。いっか。犬飼いたいな。猫なのに。猫なのに犬が飼いたいという暴挙。はい、スタート。思ったけどこれあれやね、グレムリンの。耳のピアスっていうか、あの、牛の耳につけとるみたいな感じ。あれもなんていうかわからんねえけど、ピアスなんだ。え、牛さ、なんか耳のところにつけとるよね。あの輪っかのやつ。え、鼻にもつけとるけど、なんかそういう感じのやつかなっていう。マリアと仲良くしよう。仲良くしてたらいいことがあるかもしれない。ね。マリアって大魔王より強い？うん。さてどうでしょう。本気で戦ったら勝てるよきっと。そうかもしれませんね。でも争い事は好きではないので。それに、大魔王を倒すのはあなたの使命。そんな気がするのですよ。できるかな私に。できますよきっと。というかしてくれないと困るのだよ。朝ごはん美味しかった。いや、それはいい。それで一日の気合が入るならね。どっちに住む？スイッチか箱か。箱にします、私。なんとなく。てか、箱ってなんだ？箱ってなんでしょう。宝箱ではないんだよね。なんか、開けたら何か起こるのかな。お、力を貸すよ。力貸した？貸したのかな？いいね。お。おー、一発やん、やったね。やったね。今のはちょっとこう、私からの衝撃が加わったことによって、爆発が我慢できなくなったんやね。あの、ボムボールガム何気に好きなんやけど。旅は道連れ。あれ、宝箱なんかやっぱり。へえ、そういうこと。なるほどね。あ、ほら、箱、あれしかなかった。なんか違う感じのを予想しとったのに。ほい、それじゃあみんなの様子。仲良しですね。昨日はあんまり眠れなかった。なんで？クルボーの寝言がうるさくて。え、ほんと？ごめんね。きっと大丈夫って言ってたよ。ほんとに？いいね、ポジティブやん。超絶ポジティブな寝言やん。かなり好き。何の夢見よったんやろ。冒険。はい、ここで料理お任せで。お、二人ともご機嫌やね、今回は。はい、そして、ゲームコーナーでルーレット。ボクシンググローブの割合がまた高まった。欲しいです。ください。ください。お願いします。あ、これいける！やった！決まってないうちからやったって言ったけど。イエーイ。え、ってことでボクシンググローブは、くるみんやね。はい。あげます。いいね。グローブを装着する猫。はい、そして、もうお金貯まったかな？いけるかな？お小遣い。いや、全然欲しがってないし。し、多分足りてない。はい、出発します。来たよ。これはまた、今、フィッコーちゃんがおるところまで行かんかったら合流はできんのかな？そういうことかな？ふぅ。どうした？疲れた？はぐれたみんなはどうしてるかな？一方その頃、はぐれた仲間たちは。待っててもしょうがない。先に進もう。遅いよ。もう結構進んだよ、こっち。あ、もしやこっちも動かしていく感じ？あ、ですね。ですね。あ、で、今度、びっくりマークのところで合流するってことか。あ、なるほどね。そういうことね。
はい、それじゃあ料理はお任せで。どうやってその冷蔵庫の中身が共有されているのかがちょっとよくわからないけれどとりあえずお任せで。はい、ゲームコーナーでルーレット。ひまわりの花が欲しいです。 MP 飴の割合がすごく高いけれど、ひまわりの花が欲しいですどう？あ、あー止まって止まってー、あ、あー両刺さりの黒焼き、めっちゃなんか丸焼きやん、嫌だな、食べれないそんなの。はい、そしてお小遣い、ひまわりの花、7ゴールドはやばい7ゴールドはやばいぞ。いや、しかしこれでね、これできっちりと。どうしよう、ひまわりって考えると、赤ちょっとあれやし、でもこの2択ぐらいな気がする。明るい方でいこう、うん、ここはスタンダードでいくわ持ってるの？つくし？ひまわりなのに。つくしって、夏のものやっけ？春じゃなかった？気のせい？はい、出発します。このメンバーで、行きましょう。さあ、進んでいくよ。ん？動く？あ、そっか、ここからか。ここをクリアしての先に進める感じか。なるほど。行こう。私、風になる。めっちゃもう主人公不在なんだけど。びっくりしたね、さっきの岩。おかげでみんなとはぐれちゃったね。みんな先に行ってるかな？私たちも先に行こうか。きっとまた会えるよね。うん、行こう。そりゃ会えるよ。大丈夫よ。根性の別れじゃないから。やめて。決め台詞出ちゃう。どのくらい？決め台詞出ちゃうもよくわからんけど、どのくらいもよくわからんね。はい、上に行きます。急げー。何？何があるの？あ、みんなに追いつくようにってこと？めっちゃ喧嘩しよりやん。どうした？旅の疲れて倹約モード。何？気をつけてよ。そっちこそ。え、何？さっきのびっくりマーク何？さっきはごめん。キャンディーさん。それならもういいよ。ちょ。二人はさらに契約に。仲直りしないパターン。そういうこともあるんすか。ミートピアならあるんすね。トモコレならないんだけどな。つら。あれ、ただのマミーじゃなくて、燃えるマミーっていう名前なんや。なるほど、確かに燃えとる。足とか、口の中とか。あれ、包帯燃えないの？大丈夫？やった。ゆっくり行こうよ。そんな話は聞いていないのだよ。喧嘩中だから。ゲーム券1枚ゲット。契約のまま進んでいくの？大丈夫？同じ部屋でしょ？同じ部屋やった？そうやったっけ？あ、ですよね。はい、スキルレベルアップ。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。お、なんか話しよる。契約なんじゃなかったん？大丈夫？全然普通やんね。あれは？フィールド上での、やりとりだけってことかな。お、よし、イメチェンしよう。え？ちょっと待っててね。どんな感じになってくるやろう。お待たせ。全身緑。どう？別人みたい。いや、もう別人ですよ、それは。確実に別人ですよ。はい、そして、料理。お任せで。あー、フィッコーちゃんが。ゴーちゃんが、残念。はい、そしてゲームコーナーで、ルーレット！ボロボロの衣。あれや、コンプリートのためには必要よ。来い！こ、あー、
おほ、特上骨ビスケット MPM に行くかと思ったよ。かわいい骨ビスケット。はい、そしてお、あー全然足りない。全くもって足りない。307ゴールドぐらいじゃ。はい、出発しましょう。でももうよね。あー、あと、あ、ほらほらほら、合流やった。やった、あっという間。あ、あれはいたよ。おい、フィックル、無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した。ふう、よかったね。これで安心していけるよ。お、みんなの様子。くるみんとあやな、プレゼントを買ってきた。優しい。買ってみた。あげちゃえ。アイナ、クレミにプレゼントをあげた。もらいます。センスが問われるよ、センスが。西色の貝殻いいよ。これはすごい。クレボンは大喜び。ほら、めっちゃ喜んでくれた。嬉しい。西色の貝殻いいね。どうして拾ってきたんかな。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。あ、見てる。見てるよ。アイナを好きなキャンディーがこっそり見ていた。クレボンばかりずるい。キャンディーはクレボンに嫉妬した。キャンディーさん、私のことが好きだったのか。でもそういうこともあるよ。お仲間だものみんな。ほい、それじゃあ、料理。お任せで。くるみんだけ。隣にいるキャンディーさんがきっと何かしらを入れたんだ。っていうキャンディーさんのせいにするやつ。はい、ゲームコーナーでルーレット。光の衣をください。え、光の衣はキャンディーさんやね。ください。さあ、どうなるか。経験値。経験値そこそこ。まあ、帽子と服の割合めっちゃ少なかったけんね。しょうがない、それは。じゃ、これを、はい、キャンディーさんに。オッケー。イェーイ、レベルアップ。お、キュアオールを覚えた。仲間全員を光で包み、AP を回復する魔法。いいね。全体回復、いいね。はい、そして、お小遣いはいらないのね。遠慮したかな。307ゴールドしかないけんね。はい、それじゃあ、大丈夫よ。ちゃんとこの4人で行くからね。うんうん。さあ、この先、アスモは一体どこにいるのか。まだかな。まだかな。え、てか、これは一体何をしに、どこへ行ってるの？ちょっと目的がいまいち、今はもう仲間探しっていう感じかな。その、一旦さらわれていった仲間たちを探し求めてる旅の途中ですか、今。アイナ、MPM を1個ゲット。いろいろ集めたい。誰かお鳴らした？どうした？なんか匂いがしたか？ん？なんだろう？うん。うなり声が聞こえますね。犬かな？たくさんいる。あ、これあれやない。ケルベロスやない。気をつけましょう。この声はおそらく。ほら、来たー。え、これさ、前回のシーズンの時に苦戦した記憶があるんやけど、気のせいかな。地獄の番犬ケルベロスです。ここめっちゃ苦労した気がするけど、でも今回私、結構、ね。体力的なものとか、大丈夫やと思うんやけど、どうでしょうか。お、神の力目覚めたよ、こんなところで。ノリノリ振りかけの力が目覚めた。振りかけたミーがノリノリになり、敵へのダメージアップ。ほほほ。標的を前にして新たな力が目覚めたな。その名もノリノリ振りかけ。気分ノリノリパワーアップで敵に大ダメージを与える。大逆転を狙えるぞ。ほほほ。じゃあ、早速そのノリノリ振りかけを、え、どうしよう、攻撃力高いの誰今。誰なの。あ、でも、
あ、4人分いけるんか、これちゃんと。じゃあ、ほら、5? さあ、全員ノリノリで。うおぉ我を忘れてる、大丈夫なのか。でも、ノリノリの上に、こうやって、ね、協力しよったら、全然いける気がする。いいぞ、いいぞ。ひゃっほーい、本当に我忘れてる。まだ、なんか、よく見られたいっていう煩悩があるけど。うわ強い。これはもしかして興奮しまくって、夜だけ、夜じゃない。興奮しまくって、攻撃のみとかいうことはないよね。ちゃんと回復魔法とかも使う?使ってくれる?お、新しい技、上回復料理。それをキャンディーさんに、召し上がれ。ごちそうさま。え?アイラに対してもイライラしてたの?ごめんね、知らなかったよ。それはそれは全然知らなかったよ。申し訳ないです。いいぞいいぞ、食らいなさい、ナイトリング。爪を研いで今ね、力を蓄えているところ。新しい技、キュアウォール、助かるー助かるー、いけ。かわいい顔して火の玉なんて吐くのか、つらいつらい。炎に焼かれ灰となれ。お、そろそろ爪が鋭く輝く。しゃー、お、いいぞいいぞいいぞ。あれで2人分ぐらいいけたもんね、今。キュアオール、回復技での協力はちょっと嬉しいね。回復が強化されるのは良きだよ。くっ、あー、やめてください。あー、寝たー寝ちゃったー。花が咲くよー。まだ必要ない。いや、必要だよ。もう半分ぐらい体力ないもん。ちょっと痛いですよ。ライトニング、あ、まさかのここで助っ人に倒していただくという自分たちで倒したかったわ。まだまだいけるよ、強気やね。地獄の特上ホットドッグ、仲間3人の顔か。あ、なるほどね。ケルベロスめっちゃ普通に戦いよったけど、そういうことか。あ、もう全然顔意識して見てなかった。なるほど。ドキドキ。やったね。ドキドキ。取り戻したよ、みんな。顔を。盗賊ユーカさん。小悪魔ミラさん。そして戦車のプーさん。あ、アイナ。助けてくれたんだね。ありがとう。体は一体どこにあったのか。君たちには苦労させられたよ。え?ううん、何でもない。残りの3人は大魔王の城だよ。行こう、怖いけど。一緒に頑張ろう。さて、それじゃあ、私たち先に行くね。また後で。せっかく合流したのに早いな。ゆうかたちは宿屋に向かった。あ、なるほど。冒険に出たんじゃなくって、やでやね。ふん。これで6人助けましたか。十分な戦力が整いましたね。うんうん。私の役目はここまでです。ここから先はお任せします。どうかご無事で。今までありがとう。去っていってしまうの?大賢者マリアが仲間を抜けた。いや、だって今日いっぱいはね、あ、でも、やでや、そこで見つけたわ。じゃあいいや、帰って。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。